名曲喫茶ミニオンは東京都杉並区小木久保にある名曲喫茶である。喫茶スペースと歌詞スペースの2つに分かれており、名曲喫茶、サロンコンサート、ギャラリーの3つの事業を行っている。店名はフランスの作曲家アンブロワーズトマが作曲したオペラミニオンのタイトルロールと店の小ささに由来している。また看板は赤板をモチーフとしている。 喫茶スペースではクラシック音楽のレコードをかけている。創業者の深沢が手書きで作成したカタログを参照して希望する曲目及び演奏をカウンター上のノートに書き込むことでリクエストができる。レコードは5000枚ほど所蔵しており、カウンターの奥の壁一面にしつらてある棚に並べられている。また、店内にはピアノが置いてある。隣室をギャラリースペースとしており、 展覧会やミニコンサートが開催されている。なお、喫茶スペースでコンサートを行う際は菓子スペースが楽屋として利用される。もともとはじっくりと音楽を聴く客向けの死後現金の鑑賞室であったが、利用者が少なくなったため菓子スペースとした。なお、4 1 5ルツで固定されたチェンバロが常設されているが、調律師の立ち合いがあれば4 4 0ルツにする。 ことも可能である。客の要望を受け、1981年から月に一度ほどサロンコンサートを開催しており、日本フィルハーモニー交響楽団の団員などが出演している。1972年の労働葬儀により演奏の場が奪われた日本フィルハーモニー交響楽団の団員らにとって、ミニオンは貴重な演奏場所の一つであった。 1984年に裁判で和解が成立した、後も出演は続き、2011年3月7日には、元団員のチェロ奏者、なきリ・としろうの主催する弦楽四重相談、東京ベートーベンカルテットが出演30周年を迎えた。なお、椅子のセッティングや録音などは、客自身で行っている。また、法人作品の初演の場となることもある。店主の深澤千代子は、 山梨県で小学校教員として働いていたが、第二次世界大戦後に夫と共に上京した。食堂経営などを経た1961年、51歳の時に中古のレコードを100枚集めて、小木久保駅北口の地下道を登った場所にミニオンを開業した。サラリーマンや学生が多い中央線沿線は、名曲喫茶が競合する地域であった。当初は、 着物姿で接客をしていたが、狭い階段を上り下りするうちに、裾や袖が汚れてしまったため、すぐに様装に切り替えた。レコードは、店の前にあった中古のレコードショップ、月光社で揃えた。土地開発に伴い1972年に、現在の位置に移転したが、それを機に、音楽雑誌で見かけた、中古品の60万円のスピーカーセットを購入した。 性能の良い,いオーディオ機器が普及し、レコードミュージックテープ、CD の価格が相対的に安くなってきた1980年代には、都内の名曲喫茶が次々と閉店し、ミニオニエの客足も悪くなったが、久々に店を訪れた客を失望させたくないという思いから経営を続けた。深沢は2001年に引退し、2005年4月に死去。 したが、スタッフとして、共に働いていた、小林マリコが店を継いだ。2001年に、小林が店を継いだ際には、買えないことがコンセプトだが、それによって古びてはいけないという理念のもと、スタッフの意見を取り入れて、インテリアを明るくするなどの一部リニューアルを行い、さらに、メニューに、カプチーノや、抹茶ラテを追加するなど、現代的なカフェの要素を取り入れた。JR 中央線。 地下鉄丸の内線小木久保駅南口徒歩3分。ありがとうございます。